はい、皆さんこんにちは、渡辺です。今回はですね、ちょっとご無沙汰ゲームになってしまうんですが、スマートフォンで、プレイをしていたレアタイクーンの続きをやっていきたいと思います。というのもですね、いよいよ待ちに待った海外旅行、海外遠征ということで、タイの方にですね、ちょうどこの動画を公開している頃には向かっている最中なんじゃないかなということで、遠征の前にはですね、このエアタイクーンをプレイしていこうというのを以前お話ししていたこともあったかなと思いますので、今回はこのエアタイクーンをプレイしていきたいと思います。で、今ですね、主に就航させているのは東京中心に各都市の航空船を持っているわけなんですが、今回はですね、せっかくタイに遊びに行くということもありますので、バンコクとチェンマイ、バンコクはね、言わずと知られたタイの首都ですが、チェンマイはタイ第2の都市と呼ばれている大きな町なので、今回はこのバンコクとチェンマイですね、つないでいきたいと思います。じゃあまずバンコクとチェンマイの、距離ですね、確認していきましょう。583kmか。で、そしたらちょっとまずバンコクの方に、スロットがどんくらい空いてるかというと、34分の10を今使っている状態なので、これ以上空いた必要がなさそうなので、チェンマイの方で、路線を買っていきましょう。25ぐらい買っておきますか。20までしか買えないですね。じゃあ20を買って、で、並行して飛行機も買っていきましょう。航続距離はね、気にする必要はあまりないので、安いやつでいいかなと思うんですが、737-300 と500。違いは、どうだろう。主には座席数とかですかね。そして今回はボーイング737-500、こちらを買っていきましょう。一気発注していきます。で、ビジネスクラスは9シート、エコノミーが88シート、デフォルトですがこのままでいいでしょう。このまま発注していきます。で、オプションですが、高燃費エンジン、パワーエンジン、スーパーエンジンってありますが、エンジン系はこのままでいいかな。どちらかというと胴体コーティング、こちらを今回は発注していきましょう。これを1機。じゃあ、納入が2ターン後ということなので、ターンを送っていきます。ちなみにバンコクはですね、しょっちゅう行っているんですが、タイで他に行ったことがある都市でいうと、あとはパタヤぐらいで、チェンマイは実は行ったことがないんですよね。ただ3、4年ぐらい前、お気に入りだった子がチェンマイ出身で、チェンマイの写真とかで、よく見せてもらっていたんですけど、実際にも行ったことがないんでね、機会があればチェンマイの方に行ってみたいなと思うんですが、ちょっとね、見てみたらチェンマイもかなり綺麗な寺院とかがいっぱいあって、かなり魅力的な都市だなというのはね、感じました。じゃあもう一回、バンコクタイの遠征は4泊5日で行ってきますというところで、遠征中の予定では動画の方はですね、実況動画の方は休まず更新の方はしていきたいなと思ってますので、ぜひぜひ皆さんにはですね、お時間ある時に見ていただけたら嬉しいなと思います。で、新規ルートはですね、バンコクとチェンマイの間で、チェンマイの方がスロット20しか買えなかったので、20で買っていきましょう。この独特の紫の機体がワンダーエアの機体のシンボルですからね。で、運航可能な便数、これスロット数に依存しますので20で、機体の性能からすると29便運用できるっていうことですが、スロットがね、バンコク側24、チェンマイ側24
チェンマイガーディ20しか今ないんで、集合可能数20で行きましょう。で、料金ですね、運賃、一般の個人がそれぞれ299ドルと747ドルになってますが、まあこれも最初はデフォルトで行きましょう。で、その後の搭乗率とかを見ながら、増やす、増やすことはできないので、まあ、料金を少し下げたりとか、そのあたりを考えていきましょう。今回僕はですね、アナビンで行きます。今ちょうどね、アナの飛行機に乗ってるところだと思うんですが、ちょっと今、路線のところスキップしちゃったので、ちょっと確認しておきましょう。サービスのところですね。まあ、バンコクとチェンマイの間、500数十キロだったので、まあ、機内食は必要ないかなと思うんですが、まあ、新聞ぐらいはなしでいいかなということで、機内サービス新聞と、あとドリンクサービスぐらいはやりましょう。まあ、これで十分かな。どんな場合になるか見ていきましょうか。で、ちょっと話の途中になってしまったんですが、今回は4泊5日でバンコクの方に行ってきますの で帰国はですね、今日が17なので17、18、19、20、21の火曜日になりますね。先ほど話したように基本的にはできるだけ毎週、毎日欠かさず16時に公開しているシミュレーション系の実況動画は公開をしていきたいと思いますので、引き続きお楽しみいただければなというところと、あとですね、今回はタイのホテルで、今回持って行った方がいいのかな、タイのホテルで信長の野望全部過去の作品やるシリーズの続きの企画として、覇王伝と伝承記、こちらの方タイのホテルの一室から収録しようかなと思っていますので、そちらも編集が間に合えばね、当日中に公開しようかなと思ってますので、信長の野望期待されている方いらっしゃれば、ぜひそちらの方もチェックしていただければなというふうに思っています。で、バンコクでどんな遊びしたとかね、そういったところはですね、そのタイのホテルで収録した実況動画の中と、あとツイッターの方でも、できる限りお話していこうかなと思ってますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければなというふうに思っています。じゃあ数ヶ月送りましたので、ここで一旦ちょっとそのバンコクとチェンマイ便がどんな塩梅かチェックしていきましょうか。今見ていただいてるのは利益とかね、財務報告書になってますね。で、路線はというと一番下ですね、バンコクチェンマイ便は先ほど最初に見ていただいた通り、距離は 583 キロで、使用しているのがボーイング 737-500 で、就航している便数は20便、週に20便です。で、満足度はちょっと低いですが、搭乗率は高いですね。 96% の搭乗率ということになってますんで、まあ当分の間はこれでいいかなっていう感じですね。で、収益も上がっていますので、このままでいきましょう。ちなみに一番優秀なのが東京シンガポール便、これが一番稼いでくれてますね。 4000K だなですね。はい、というわけでちょっと短いんですが、今回はバンコクとチェンマイ便就航させていただきました。先ほどお話したように、バンコクでね、どんな遊びしたとか、そういうのも、現地で収録した信長の野望、過去作全部やるシリーズの実況動画の中と、あとツイッターの中でお話ししていきたいと思ってますので、ツイッターの方もぜひぜひちょこちょこチェックしていただければ嬉しいなというふうに思っています。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。